このままでいいので、準備運動をさせていただきましょう。僕の予防線ですから、準備運動しないで始めちゃうと、怪我した時にね、あいつ準備運動もねえのかよって言われないように。じゃあ、プロテクション台してる人、痛いといけないので、無理のない範囲で動かしていきましょう。じゃあ、両手上に組んで左右に振り向いて。11時15分ですね、はい、じゃあ腕をぐるぐると前に回します。はい、10時よりフリー走行が開始になりますので、皆さん気をつけてコース内を走行してください。10時よりフリー走行開始となりますので、コースの方を気をつけて走行してください。また10時15分より真ん中の広場にてスナップ撮影会を行いますので、愛車とぜひセロオンリーに乗りたいという方はぜひ並んで取られてください。よろしくお願いします。じゃあ少し広めに開いて開脚。抜く？そっちでまた見てもらえるんやろ？うん。0.5 までなんか下げて俺乗ったことないで。ないな。ペコペコ？結構硬いけどな。今度降りれるのあんたは。セコでエンブレぐらいでええで。セコでエンブレ。うん。リアブレーキで。あと1ですから。
何をどうこうよりもとりあえず走りましょうということで、オフロード道路以外のこういう荒れた路面とか初めての方っていらっしゃいます？とりあえず何回かに乗った皆さんから走ったことある感じで大丈夫かなということで、じゃあいいお経験ありたいと思います。冬のねやっぱ転倒とかあると思うので、ちょっと気持ちだけでも引き締めて、いつ転んでもいいぞという気持ちで力入れて走るようにしましょう。四六時中力入れてるとちょっと疲れちゃうかもしれないんですけど、気抜いて走ってると思わぬ事故を起こしちゃっていけないので、しっかり、気を引き締めて走るようにしましょう。あとねブレーキなんですけど、ブレーキだけちょっと注意深く、握るようにしてください。いきなりね前輪ブレーキとかをガツンってかけちゃうとズルって滑って転倒しちゃうことすごく多いと思うので、もうちょっとなるだけ緩くかけてあげるようなイメージで、前の人にもちょっと追突しない程度に、行きたいと思います。じゃあ早速乗車説明とかそういう風に入る前に、まずウォームアップ行きましょう。とりあえず僕先頭行きますんで、さっきの、列の感じでいいと思いますのでついてきてください。でとりあえずここまで、ぐるぐると回りますんで、無事に生還できれば次のステージ進めると思います。引っかかっちゃう人もいると思います。全然できなくて OK です。引っかかったら後ろに助っ人いるので、引っ張ってくれたり起こしてくれたりするので慌てることなく行きましょう。ということで、できなくて当たり前と思って走っていただくのが一番 OK でございます。無理に格好つけなくて大丈夫でございますので、じゃあよろしくお願いいたします。なんだこける思ったらもうバイク投げ捨ててよ。OK、怪我だけ専用。列になってちょっとついてきていただく感じで、20人いるので結構長い列になっちゃうとは思うんですけど、とりあえず1列で、なんだ先行きな、あんなとこ走るの大丈夫？大丈夫？知らん。立ってよ、追突しない程度にね。ハンクラでガーガーガー言ってよ。結構？どう？セコでもええで、力があるんやったら。膝用つこてな。アンクラでグングングン言わしとってよ。基本リアブレーキね、あれフミ君セロしか持ってきてないんだ。アンクラで一回で上がらなあかんで、緩めたら余計怖いから。スピードが落ちたらバタって倒れるからな。車さんだ。ちょっと待ってよ。あ、来たったわ。あんなな、大回りせんと
こうコア入ってな。おう一番手前のセローからこう。いやもっとこっちからこう、こう斜めにまっすぐ降りてそこ。うんうん、まっすぐ降りてそこへ。あんまりブレーキ踏み回るとあかんで、スーッといかな、ある程度。その人のケツ、あ、うん、ここでいいんか、うん、あ、相模のな、相模、相模、あ、相模、うん